はい、皆さんこんにちは。今回は Amazon から、品物が届きました、何が届いたのかと言いますと、マイクですね。オーディオテクニカの、ステレオマイク、はい、こちら今回購入いたしました。で、それに伴ってですね、山田電機に今日行ってきて、こちらの、ステレオのジャックとか延長ケーブル 10m のやつを買ってきました。で、これは何に使うかと言いますと、この前一脚とか三脚購入したときに、行ったと思うんですけども、自主映画を撮ることになりましたので、それの音声を撮るように、購入しました。アイビスに、外部入力として付けて使うという形で使いたいと思っています。まあ、結構高いものなんですけども、内心かなりドキドキしてます。はい。で、ちょっと一回住所のあれとかがあったので、ちょっと一回開けて試してます。はい、こちら、なんか変な、はい、広告が入ってます。で、中にですね、まあ皆さんご存知だと思うんですけども、まあ僕はちょっと今回実は Amazon 初めて利用しましたので、まあ、一応びっくりしたのは、領収書が、もろドンとあることですね。この領収書はですね、商品の、箱を開けるとすぐ見える位置にあって、ちょっとびっくりしちゃったんですけど。はい。で、こちらですね。オーディオテクニカ。定価はなんと12,100円ぐらいなんですけども、Amazon で、大体、いかがでぐらいでしたっけ？7000なんとか円ぐらいでしたね。7400円ぐらい。でしたね。もうかなり安くなってて、やっぱアマゾンはすごいなと思うんですけども、はい、ではこちら開封していきたいと思います。ゴリラポットの角度を立てます。はい、これですね。で、購入したマイクはオーディオテクニカの AT9941 ステレオ。ステレオマイクですね。で、なんと、なんで、こういうマイクスタンドとかも、いろいろちゃんとついてて、かなりいい感じの商品です。それでは開けます。どうなってんですか、これ。なかなかこう、パッケージもですね、まあ、プラスチック製ではありますけれども、パッケージのデザインは結構かっこいいと思います。まあ、ちょっと安いソニー、パナソニックのマイクとかと、あれ？パナソニック？パナソニックですね、多分。とかと迷ったんですけど、やっぱりこう、ブランドものにしましたね。さすがに純正品は高くて買えなかったので、キャノンの。こちら、保証書ですね。はい、結構高いものなので、これはちょっと取っておきたいと思います。で、次に、取り扱い説明書。おう。珍しく、かなりシンプルな構成になっています。はい。こういう切り替えスイッチもあるんですね。で、なるほど。こういう風にパッケージングされていますね。これがまあ、1.3m の延長ケーブルですね。マイクスタンド。これもマイクスタンドの一部ですね。これにこうやってガコンと入れて、使うといった感じでしょうか。ただこれちょっと緩い気がするのは気のせいですかね。あ、なるほど。こういうことですか。こういうくるくる回して締める。おー、なるほど。なかなかいいじゃないですか。で、これ、ここもちゃんとこんな風に。おー、これはすごいですね、結構。で、これが、何点でしたっけ、これ。ちょっと取説見ますけど、ウィンドマフって言うんですね。でもなんか、ちょっと違う名前だった気がするんですけれども。はい。おお、まあ、これで風切り音とかを減少するんですね。おー、なかなか、
いいですね。こう、本格派で。よう、かっこいい。で、ここに、ご親切に、ボタン電池が、ちゃんと1個、付属しております。キャノンのアイビスなので、ビルトインパワー方式ではないので、このボタン電池がないと動かないんですね。で、本体です。いやー、かなり、これ嬉しいですね。かっこいいし。これどうやってんだ。はい、取れましたね。はい。あ、ちょっと。こちら本体です。よー、やっぱりちょっと重みがあって、高級感ありますね。ここに、見えますでしょうか。ちょっとピントが合わない。ピント合いませんね。すいません。一応、フラット、L カット、オフというふうになっております。これを切り替えるという感じですね。はいはいはい。なるほど。で、こちらが、L、こっち側が R っぽいです。はい、もうかなりいいですね。で、これを、このウィンドマフの中に入れてあげると、風切り音とかが減少するという感じでしょうかね。おー、いいじゃないですか。もうなんか本当にそれらしくて。いいですね、これ。まあ、はい、こんな感じで使うんですね。ただちょっと、もうちょっと全体的にカバーしてほしい。あ、こうすれば、おー、なるほど。いや、もう完璧だ、じゃないですか、これ。いや、いいですね、こういうの。ちょっとじゃあ、ここに取り付けてみます。おお、なかなかよろしいんじゃないですか、これは。あ、これ今気づいたんですけれども、これくるくる回して、あ、ここにボタン電池が入るという感じですね。ちょっと待ってください。プラスはこっち。こうですか。こういう向きに入れてあげると。おお。なるほど。いや、素晴らしいですね、本当に。やっぱり定価が1万2000円だけありますね。はい、こんな風になって、さらに、これかぶせてやると。いやー、かなり本格派で。はい、ちょっとすごく嬉しいんですけど、でさらにこの延長ケーブル 1.3 メートルは伸ばせます。はい、ではちょっとマイク本体をここぐらいまでして、次にこちらですね、延長ケーブル10メーターのやつですね。まあこれは取説とかはないんですね。本当にもう10メーターって言ったらものすごくな、長さなんですけど、ものすごい長さだと思うんですけど、はい、もうこんななんか、いかにももう絡まりそうな感じで、ですけど、まあ、いいでしょう。最後に、高性能メタルボディ、ビクター JVC の、オーディオプラグアダプター AP119A ということで、なかなかこれも高級感のあるアダプターですけれども、こうなってます。これを、どうなってんだこれ。刺さらん。あ、これだけなんですね。奥までガチッとはいかない。ちょっとおかしい気がします。これは、やっぱこのままでいいのか。あ、行きました、行きました。よかった、よかった。おー、いいじゃないですか。あ、はい、こうですね。これで、こう繋ぐと。こうすると、このように、マイクから始まり、まあ、10メーターの延長で弾けると。アイビスに弾けるということですね。はい。
というわけで、今回は、マイク、またその他アクセサリーをご紹介しました。ありがとうございました。